救急車の有料化についてです。母が都内で緊急救急救命士として救急車で働いているのですが、転んですりむいただけとか話し相手が欲しいだけとか、東京青梅市から文京区の順天堂大学附属病院に通院しているが、雨で面倒なため朝3時に呼ばれていったとかいろいろ来ました。こういう人からだけでもお金取れればいいと思うんですが、もしるきさんが行政や処分トップだった場合、救急車を有料にしようと思いますか？はい。ただ、行政、消防のトップだったらやらないですけど、僕、救急車は有料にしちゃった方がいいと思ってる派なんですよね。救急多かったっすね。すいません。なので、本当に救急だった場合取らないんですけど、実は取る必要なかったよねっていう、その救急じゃなかったよねって分かった場合は、有料にするっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。で、病院の治療費に上乗せするって感じですね。救急医療に携わるものです。いわゆる救急車のたらい回しや不適切利用に関してはどう思いますか？僕、救急車有料制にした方がいいと思うんですよね。お腹が痛いとかでとりあえず救急車呼んじゃうみたいな人っているので、でもそれでも無料で使えちゃうんですよね。なので、タクシー代もったいないから救急車呼ぶっていう人って結構いるんですよね。電車乗るのもめんどくせえし、タクシー代もめんどくさいからもう救急車呼んじゃえみたいな。っていうのがあるので、僕は救急車有料制にしちゃった方がいいと思ってます。うつもち障害2級42歳同じです。原因不明の水切りや突然寝づきなど検索しても異常なしと出る症状が出たとき、救急車呼ぶほどではない、何とかしたいと思ったら誰に連絡するのが良いですか？メンタルクリニックに通っているので、精神科医には相談していますが、過敏性主張症候群かなとありました。ですが、下痢がきつくて、セロが飲むしかないんですが、飲んでるんですが、水切りが重されません。シャープ1611だか、だから救急車を呼んだ方がいいかどうかわからないのを医療系の人に判断してもらう電話っていうのがあるんですよね。多分ちょっとコメントを待ってると出てくると思うので、確かにね、シャープと4桁数字だったと思うんですけど、それに電話して聞いてみるといいんじゃないかなと思います。歯が痛いだけで救急車呼べますか？一応呼べます。我慢できないぐらい痛いっていうと、歯が痛いんじゃなくて別の理由で、痛いんじゃないかっていうので、来てくれる場合もあります。ブリーチしたところが染みてご飯を食べるのが大変です。また何かお得な方法を知ってますか？普通に歯医者さん行ってください。地方自治体によっては、夜中もやってたりとか、土日もやってる歯医者さんっていうのを紹介してくれる場所があるんですよね。だいぶ前ですけど、正月に歯が痛くなったことがあって、で、北区が、臨番でやってる歯医者さんで、王子の歯医者さんかなんか紹介されたんですけど、という感じで、地方自治体によっては、休日とかでも普通にやってる歯医者さんっていうのがあるので、なので、役所に、ホームページとか調べるといいんじゃないかなと思います。はい、16歳の男、5年前の話ですが、近所に一人で暮らしていた祖父に毎日夜ご飯を届けていました。その日は父と僕で夕飯を届けたのですが、祖父はご飯に手をつけずに少し苦しそうな表情をしていたので、帰宅後に母に祖父の様子を誇張して伝えました。かっこ動くことができなかったと。ここが嘘。で、それを真に受けた母が父に救急車を呼ばせ、祖父を病院に連れてきました。その結果、祖父は当時心不全を起こしていて、救急車呼ばなければ夜の間に死んでいただろうと医者から言われました。嘘をついた結果、祖父の命を救うことになりました。すごいいい嘘。これでもね、うん、なんかその虫の噂的なであるんだよね、うんうん、あまあね、なんかいつもとちょっと違うから、なんとなくちょっと違うから、これはなんか伝えた方がいいなって思って言ってるんだけど、うんうんうん、それがそこまで大きな変化じゃないからちょっと誇張して言うみたいな、いわゆる虫の知らせみたいなやつだよね。そうそうそう、うん、まあ、だから、うんうん、まあ多分そういう若い子のほどそういう感覚があるので、そういうことなんじゃないかなと思うんだけど、まあでも本当人の命を救ったっていうことではあれば、まあ、素晴らしい嘘なのかなと思います、うん、はい、うん、まあ誰も不幸になってないからね。まあね、まあでもお母さんもよくそれですぐに救急車呼ぼうってなるよね。まあなんかそのまあやっぱりその お母さんの方もやっぱり何か引っかかったんだろうね。うん、うん、虫の知らせ的なやつですね。はい、そう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 。さあというと以上かな。ヒゲさんなんかさ、ずっといつもガンガン食うからさ、うん、多分心不全になっても食っちゃうと思うんだよね。心不全になっても食うよ俺は。うん、うん、だから分かんないと思うんだよね。あでもちょっとヒロさんには気づいてほしいわ。ちょっと残すから俺きっとその時そうなんだ。大盛り頼むけどちょっと残すみたいな。あと一口で食えんじゃんお前っていうのに。あの吉野家のね、特盛り頼んで肉は全部食ってるけど、あれご飯残ってるよヒゲさん大丈夫みたいな。もう今日はちょっと食べたくないみたいな。そこでとヒロさん、あ、はい、ヒゲさん病院行った方がいいよって言ってほしい。はい、うん、そうだね、はい。
全然関係ないですけど、うちの父親が1ヶ月前ぐらいに倒れたんですよね。なんか宇都宮駅かなんかで。なんか突然倒れて、で、そのまま救急車に乗って、で、入院したんですけど、で、まあ結局、そのなんか、脳卒中かなんかだったかな。で、その時に、うちの家族のみんなのリアクションが、良かったね、だったんですよね。そのなんか、体調が悪くなっても体調が悪くなったっていうのを認めないタイプの人なんですよ。うちの父親って。なので、倒れた結果、病院に行くことになって、いろいろチェックすることになったので、結果として死ななくてよかったので、あ、倒れてよかったじゃんっていうリアクションをうちの家族ほぼしたんですよ。で、うちのその彼女というか、奥さんというか、サイ君は、普通父親が倒れると驚くじゃないですか。ただ、西村家的には父親倒れて、ああ、倒れただけで済んだのよかったねっていう。要はなんか、症状が悪くなっても我慢して突然死ぬタイプだと思ったので、倒れて入院したは、いいニュースなんですよ。っていうのが、やっぱ他の人にはなかなか伝わんないので、うちのその彼女はちょっと驚いてたっていう、すごくどうでもいい話でさ。日本の医療制度についてどう思いますか？もうだいぶ広い話になりましたね。医療システムにおいては、割と世界中の中でも日本ってかなりいい国で、基本的にはお金のない人は生活保護で、医療タダだし、で、普通に生活している人でも、だいたい3割負担で病院にかかれて、で、結構まともなお医者さんが普通にいっぱいいるので、医療システムにおいては日本はすごくいい国な気がしますけどね。まあ、キューバとかは全部無料っていう、まあ、特殊な国ですけど、それに比べると、例えばアメリカとかだと、保険基本自腹だったりとか、まあ一応皆保険制度始まりましたけど、めっちゃ高いとか、っていうのがあったりするんですけど、そういうのがないので、日本は医療制度に関してはかなりいい国だと思います。フランスも医療についてはかなり安いんですけど、ただ予約しないと基本的にかかれないとか、あと、医療というか人のレベルがピンからキリなので、最近フランスでちょっと話題になってるニュースというか事件があるんですけど、22歳の女の子が、なんか体調が悪くて病院に電話したんですよ。で、その子多臓器不全だったんですけど、で、病院に電話して、で、今すごい苦しいと。で、死にそうだ、助けてくれって言ったら、その病院の人が、人間はいつか必ず死ぬからっていうので、なんか緊急の電話番号これね、みたいな別の電話番号を教えたんですよ。で、電話を切って、で、その後に、その女の子が親戚に電話して、親戚が救急車呼んで、で、病院行ったんですけど、数時間後に亡くなっちゃったんですよね。で、まあ、対応が悪いっていうので、割と今、フランスの中で揉めてたりするんですけど、やっぱり日本って、例えば110番とか119とか病院に電話して、そんな適当な対応されないじゃないですか。だから、やっぱり日本ってそういう意味ではいい国だと思うんですよね。そういう意味では、その医療制度に関しては、割と世界中は日本になった方がいいかなという部分はあるんですけど、ただ、医療に金かけすぎなので、要は、高齢者とかでもすげえお金かかっちゃうので、まあ、日本の国が持たない問題になっちゃうんですよね。今って社会保障って呼ばれる、高齢者の医療費だったり、年金だったりっていうのはすごい額を使ってるので、日本って割と借金しまくりだったりして、それでなかなか日本の将来って大変だよね、みたいなことになってたりするので、医療システムそのものに関してはいいと思うんですけど、ただそれを維持するためにめっちゃお金を使ってるっていうことで、逆にはもう日本ってこの先きついんじゃねえかな、みたいなことに